かも朝配信するの。朝配信レアです。どうしよっかな、髪の毛。おはようございます。寝られた、結構すぐ寝れた気がする。お母ちゃん秒で寝てたよ。眠かった。そらは顔が痒すぎて寝れんかった。睡眠時間移動で寝ます。あ、おはよう。今日メールいっぱい送るね。いっぱい書いた。もうすでにいっぱい書いてた。いっぱい送っちゃう。楽しみに待ってて。珍しいこと。今日一日頑張ってください。かわいい枕。枕？枕じゃないよ。今日は昨日より暑いらしいから熱中症に気をつけて。わかった、気をつけます。おはようございます。もう5月もね、後半に突入した。暑さで溶けないでね。わかりました。アイスにならないように気をつけます。マイカーでお仕事かしら。お仕事ではないです。誰と、もう一人配信してるの誰。今日お仕事じゃない。予想はココアさん。ココアさん違う。予想は、私の予想はココアさん。チコリータ？ああ確かにね。チコちゃん。マイカ意外とみんな配信するぜやから。リコチか。リコチ。でもみんなね、多分今週大体みんな休みでですよ。 D7 あるからね。終わったらおはようツイートしますね。珍しくね、おはようじゃないわ、2日連続でおはようできるから。昨日の夜にもうおはようツイートを作ったしなの。そら夜中の3時4時。なんか朝かと思った。
そう、マジで私もうホテルダメなんよ、ね、私ホテルで寝るとき大体全身痒くなるんですけど、今回もそれに襲われて寝れなくって4時半とかも寝て、だから起きずっと起きててもう顔痒すぎて顔洗いに行ったらそのまま起きて起こしちゃったね。やだよね、どこのホテルも空気合わないんだと。でも私本当にねやばいんですよ。ちゃんと皮膚科に行きます。宿アレルギーえし、どうしたらいい、もう仕事できんやん、県外の仕事。そんなん泣いちゃうよ。シーツが、でもそれ絶対あるの。私お布団入ったらやばいの。全身なんかタイツとかで寝た方がいいのかな。もう触れさせないように。もう顔は出ちゃう、あのさコナンのさ犯人みたいな目だけ出してるしか。おはようございます。顔かゆか、もう顔かゆすぎて2、3回洗いましたか、マジで。おはようございます。いつも見渡よ。フルフェイスのマスクとか、確かに。でさ、手袋しとってもさ、かいちゃうじゃん、結局は。かゆかったら。で、取っちゃうじゃん、取れやすいじゃん。もうなんかめんどくさい、取れない。やつ作ったでしょ。貯金箱とかあるで。何時に設定しないと開けない。折り返し頑張ってきます。朝の6時。そうじゃん、折り返しだね、水曜。朝の6時にならないと。そのフェイスマスク取れないみたいな。誰か作ってくれんかな。おはようございます、みんな。うわ、前髪負けた。今日いいね。今日最近顔の調子がいい。明日から5連休。お、5連休いいね。おはよう、みんな。ありがとう、姫。全身体質、全身体質実はイモースで着てます。逆に顔だけ開いてるやつ。仮装大会でゆうかちゃんとマリーナさんと一緒に全身体ついてた記憶がある。朝から嬉しい、やって嬉しい、逆に喜んでもらえて嬉しい、ありがとう。なんかいいね、大人だ。まあ大人の方ではないんですが、なんか大人っぽい。二十歳になる女ってあんまなくなっちゃった。よいしょ、仕事頑張れそう？うん、頑張って、働いて頑張って、パセリも頑張って。分かった、なんか分かんないけど頑張ります。覚えてる？この道の傘大会、懐かしい。もうあれを超えるものは出てこない。あれはメンターがやられた。黒の服、黒じゃん、黒に見える。これ紺色です。紺っぽい、青っぽい、くすみって感じです。珍しい空からした大人っぽい色。あ、そうです、奇跡的にお揃いやった。1日違いとかで注文してた、うん、服、ね、びっくりしたよね。はい、花、朝ごはんは何食べる？朝ごはんは何もないから、なんか食べる、なんか買う。欲しい目ならあるで。朝ごはん朝ごはん欲しいか。ありがとうございます。たくさん寝る一日に。マジで偉すぎる。夜中の1時半までお疲れ様。マジでやばいよ。いっぱい寝てください。そう、本当に寝れる時に寝た方がいいと思う。私はめっちゃやばいけど
今日も絶対いっぱい寝る自信しかない。こんなバチバチに準備しとる。休めるときに休むのが大事だし。おはよう。ネックレス、ネックレスはこれソラハさんがさっき30分かけてほどいてくれました。マジよ感謝してって言われた。いや昨日もだからね。そう2日連続ほどいて、しかも同じやつだからね。そうもうさすがに私そっちの道行こうか。ネックレスほどき職人、うん、さっきもブレスレットとネックレスが重なったとさ、うん、きっと何かが起こるわ今日。ああって最近よく言うよねそら、うん、マジでそうやってなんか私にはなんでそうやってすぐ悪い方に考えるのとか言うのに自分が一番考えてる説ある。そういうの絡まっちゃう。バッグに入れちゃったんですよ。なんか置きっぱなしで出かけたらなくなったら怖いなと思ってバッグ入れたら絡まっちゃった。みんなアズミンのブログ読んで。そうみんな出勤時に見て、ソラの配信も声聞いてほしいけど、安住のブログ読んでほしい。思わず読書した。しかもそれをメールで長文で書こうと思ってるんだけど、事前にちょっと言う。安住のブログ読んで、昨日更新されたやつ一昨日言われたんです。明日ブログあげるんですけど、ソラさんのこと書くからぜひ読んでくださいって言われたので、読みました。読んでください。あと安住が昨日私との写真をツイートしてくれてるので、そちらもいいねとリツイートお願いします。うん、全部お願いします。寝るときにレイヤーって燃えゼリフか。ガチオタの声が聞こえた。それのセリフか。いやオタじゃないからそれね。オタはトロムチコッコさんって。私昨日ね寝る直前にねパちゃん安住のブログがどうとかこうとか。って寝たの。眠る瞬間まで聞こえた。急に語りやん。いや大事やろ。みんなもさこう推しメンのこととなるとさめっちゃさ話すやろ。そんな感じ。推し安住は推しメンってよりは守りたい妹やからって一緒に言ってるけど。もうねやばいよね。トロミチの配信見てないの見てないの。配信とかぶってたの。うーんって感じ。でもあれらしいですよね、ソラハの剣買ってくれたらしいんですよね。現地だったかと思った。現地だったのかってなった。悔しい。ソラハがおすすめっぽいとこしてるのはあのバレンタインの返しでホワイトデーとして申し込んだからよろしくみたいな言われてたんやけど、行けなかった。行かなかったんだけど、行けなかったんだけど、分かんないけど、確かに現地来ても大変なことだけど、うちらのメインよりゆりさんの周りがわわわわなっちゃうから。まあでもちょっとおもろい。ばちゃん、はい、大切な女の横で他の女を語るなって聞いた。マジでそれな。いや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 。でもこれいつもなんで。でもあれ安住はさパセもさ好きやん。好きですよ、うん、だから可愛いってお互い話しとるやん、うん、っていう言い訳。最悪ですね。ドラムさんとエイチさんの配信面白かったよ。だってみんな一言一句覚えてますか、教えてほしいです。マイコメがもくいかん。昨日めちゃくちゃ胃が出たのに、うん、お互い前髪真剣やね今。めっちゃ集中してる、うん、この画面が私あれなんですよ、鏡だから。さあそのあ鏡使っていいよ。私超ショールームの画面で見てる。私も見てるよ。トラブさんのインスタ、あそうで、ね、なんかインスタライブもされてらったらしいですね。
お、マイカ4人目じゃない？ノーピが配信始めた。おはよう。学校頑張るな。もう横浜の誰かと言いたいの裏話しようか。一緒かります。あ、全然すごいねえ、誰かと言いたい。マジで誰かと言いたい。密かにトラミチ見てた。最高。オキさん朝配信、いや、ゆうかちゃんたまに朝配信する。オールの時。わかりやすい。うん、ああ、どうや、どうやとや、空の珍しい青色、この前髪ダメだ。めっちゃ可愛いよね。前髪今日ダメです。超可愛い。前髪が終わったよ。洗う？洗う？今日はちょっとディナーに行くのかなみたいな服装や。ええ女感満載。さすがあと3ヶ月で二十歳になる女や。めっちゃ美女いいじゃん。美女爆発ってやつ。通勤で乗った。早いね。行動早い。朝から。マジみんな偉いお仕事。うちらは不定期やけど、みんな月から金は絶対働くやん、ほとんどの人。すごすぎる、それが。この前なんかね、二十何連勤ですみたいな人。やばば。大人っぽい。ひひひ。喋ったら子供です。前髪が…ああ…かゆう鼻。今起きた。おはよう。それはおはよう。前髪頑張る。前髪、昨日めっちゃ調子よかったのに今日ダメだ。おはようございます。皆さん、さん…あ、あるわ。あと20分、あと20分じゃない、もう20分だ。字がチラチラ見えてた。やだ、ごめんなさい。出演料を払わんとき。夜は配信ないです。朝配信するときはだいたい夜ないとき。おはよう。また明日ゆっくり配信します。明日明後日雨らしいからみんな気をつけてね。天気予報見て悲しくなっちゃった。え、多分だけど。言うこと聞いてくれん。OL、 え、いける？ビルのなんか最上階に。言うこと聞いてくれます。どういうことでしょうか。どういうことでしょう。あ、違う、これ。なんということでしょうだ。ビフォーアフター。劇的ビフォーアフター。大好き。てるるるるあれ、でもマジで大好き。ソラハが好きな部屋はちょっと段差で、段差があるところに畳がある部屋のやつがめっちゃ好き。あと、あの、家で工作作り体験みたいなのしてるお家。工作なんか1階のスペースが駐車場から入ったらでっかい木の机があって、あるよ、うん、あ、待って、なくなった。ん、あ、ある。ん、なくなった。使えますか。使いたいです。なくなったと。ちょっと硬いかも。固まりすぎて。ちょっと待って、うるさい。あの、ろうそくやん。なくなった。そう。じゃあ誕生日プレゼントこれあげるね。え、大丈夫、ストックがあります。マジ？そのえ？どのぐらいスプレーをかけます？いや、もっと。もう、もう無理や。ダメよ、諦めたらそこで試合終了や。これっぽいし。かわいい、ありがとう。ビフォーアフターほんま好きや。パパ、パパの影響やね。パパ、パパ、パパ。
バが好きなんよ。知り合いのお家がその番組に訪れて、すごい。すごい。マジ？大変そう。え、すごい。撮影期間長そうだね。絶対長い。ドゥルルンドゥルンドゥン。ドゥルンドゥルンドゥルン。チャ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 。いろんな懐かしいな。おはよう。前髪が終わってる。砂のサラハです。今日は朝からこんなにバッチリ早い。面接行けるわ。ここでサラハ、みんなマジでさ、サラハ仕事どうしようってなったらみんなにすがるね。お茶入れ係で採用してください。一生言ってるけど、お茶入れ係で採用してくださいね。コピー紙とか買えるんですか？いける、いける、いける。コピー紙買えるとか、お茶係ならいける。あとなんだろうね、挨拶、挨拶で、挨拶。おはようございます。どんな仕事？あと書類持ったりとか全然できます。雑用っていうみたいなのします。困ったらみんなに助けを求めます。よろしくお願いします、そうです。それかめっちゃ昔 2年前ぐらいにお兄ちゃんと話したのは、お兄ちゃんがめっちゃコーヒー好きだから、あのカフェ開きたいって言ったから、じゃあそれも手伝うよって言って、お父さんもなんかのどかな古民家のなんちゃらこんちゃらとか言ったから、もしかしたらカフェを開くかもですねっていう可能性は多分 0.1% もないと思う。うちの会社に来ないか。行きます。いい感じになってきた。まあでも今はアイドル超楽しんでる。すいません、ニットが似てる。いやこれ同じやつです。すいません、ごめん。また感じマジの一緒なの。サイズも一緒。でも別に合わせて買ったわけじゃ、趣味が一緒になってきたってことかな、映えカフェを目指そう。映えカフェを目指す、頑張る。でもね、絶対ね、白基調じゃない気がする。古民家カフェ。おはようございます。新社長、新社長として、うせやん。マジで、何にもできん社長やけど。絶対に。頑張るね、もしそうなったら、新社長になったら。おはよう。挨拶の会社とかがいいな。挨拶だったら社長になれるか。あやね、明るく元気な優しい子みたいな、小学校の。ネックレスはこれお揃いで昔買ったやつ、去年買ったやつ。去年でしたっけ？去年、去年、去年の夏終わり、秋頃に買ったやつ。こればっかつけてたけど、久しぶりつけました。結構最悪、半年ぶりぐらいにつけた。最悪だ。この髪、確かにキャラメルラテの、キャラメルマキアート、キャラメルラテ、キャラメルフラペチーノ、キャラメル、キャラメルアホガードとか、キャラメルポップコーンじゃなくて、キャラメルチーズケーキとかありそうだね。昨日もキャラメル食べました。昨日しかも飲み物もケーキもキャラメル。ね、私はさつまいも。なんか映ってるらしいよ、私が。ここから映ったんですよ。ここだ。映ってる。変わってる今。映ってる。見えてる。見えてるよ。キャラメル専門店入りそう。本当にそう。博多駅にあるよ。キャラメル専門店。あ、なんか見せてくれたやつ？そう。おお。隙間からサラハ出てました。もう、もう、もう終わりです。
もうダメです今日前髪。え、大事だよ今日。毎日大事だけど。やばい。ルル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 ルで、その前はマセがあのハートキャッチプリキュア、違う違う違う、それ前はあれよ、6周年コンサートのダンスナンバー、ドゥン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 、うわ、あれまた踊りたいの、超好き、あの、ああいう踊り系、ダンドゥンダンドゥンドゥンダンドゥン、超好き。あ、山賀ウェブ今日もチェックしてください。毎日チェックしてください。山賀、山賀あと10人ぐらいじゃない、え、そうか、15人ぐらいか、みんなあ、そろそろ30分になる、ありがとう、教えてくれて、待って、こわ、結局前髪決まんなかった、え、うそやん、最悪、うん、一回もう一回寝てやり直す、うん、昨日からやり直そうか、そやん、昨日え、いやまた痒くなるの、家か、4時ぐらいからにしてほしい、4時ぐらいからやり直し、山田見るよって言ってくれてるよ、ありがとう、そらはさんってことじゃない、うん、私ね、そらはまだ公開されてないの、いや、これから公開されたらってこと、みんな楽しみにしとけよ、わちゃわちゃ、それもちょっと今日送ります、それもちょっと送ります、うん、送ります、それのことについて、隣のルームから見てたら横の女がずっとマシンガントークしてる図でニコニコしちゃった、確かに、汗口動いてないからさ、めっちゃ声聞こえるの怖ない、うん、確かに、シナのサラハがいます、今現在、楽しみにしてください、いつだろうな、公開されるの、お、いつものパスになってきた、嘘、うん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 、前髪伸びたってもけでもない、日によります、日によって伸びる、うん、ここからが勝負だから、私固めるのいつも失敗するから、私あのメイクさんにパリリって呼ばれてる、いや言ってたよ、今日ほんま美女き、やったー、マジよかった、そうやって言っていただけて幸せでございます、公開されたら500個アカウント作って購入します、やば本当にそれ多分ね消されちゃう、うん、全部消されるわ、ただのさアカウント作ってなんか時間を、人生の時間を消費した、でもそのぐらいね思ってくれてるのが嬉しいよ、そら、ありがとう、お父さんに見られるのやだな、やだやだえ、この前ね、肩出しの服着てて電話したんよ、パパに、うん、なんだそのやらしい服はやば言われてね、それで外行ったのかって言われて、うん、行ったよって言ったら、うわっみたいな言われた絶対ダメだろって言われた、あの肩出しのワンピース白のベージュのアイボリーってやつ、あ、そう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 、あのアズミンと出かけて終わった後にその家族にちょっと電話して話しちゃったら、それで外行ったのって言われた、結構来てません、うん、来てない、あの急に何娘に言うセリフじゃねえあ、できた、空のパパおもろいからね、空のパパが一番おもろいよ、あの篠の君の中で、それ譲りです、空喋れるの、父さんの気持ちわかる、え、だからね、でもお母さんにはあれ言われた、足なんて出しちゃダメみたいな、出さないで、出さない方がいいよって言われた、なんか
仕事の時は分かるけど、プライベートの時に足出して、いつ盗撮逮捕されるか分かんないからね、それは見てくださいって言ってるもんだからねって言われて、この前表を書いた時。架空に片足禁止追加されそうがやばい。死ななけ架空に一つ人の気持ちを考えること、一つ己に正直にいること、あ、違う、あ、死ななけ架空に一つ人に迷惑をかけぬ、人に迷惑をかけぬこと、一つ人の気持ちを考えること、一つ己に正直に生きること。で、一生言われてたのは三つ目の己に正直に生きることしか言ってきてないよって言われてました。でもさすがにもう成長した。ご両親厳しい。ありがとう。厳しく育てられたからこんな人になりました。足は有料コインテンツ。コインテンツ。でも足は最近出してます。昔はね、もうロングスカートか。すごい。配信待ってるで。お、33分や。マジ。おはよう。おはよう。大丈夫よ。終わった。知らないか。あ、みんな6月4日のハンダル公演、明日の23時59分までの受付なので、お忘れぬうちによろしくお願いします。ブルーライン広島だから無地なのカフェみんな行けるかも。確かにあそこめっちゃ、あそこマジで男女関係なく行けると思います。でも席がそんなみんなが行けるほど、そう、2222ぐらいしかないです。超美味しいカフェまたメールで送りますね。めっちゃ分厚いのワッフルが申し込んだわよ。ありがとう。花だれ公園今日も暑そうだね。この上着を持ってきて失敗したんですよ。マジでもうかさばるかさばる。おはよう。お仕事頑張って。ファイト。さらはも二の腕筋肉見て頑張ってください。この前ね、リハの時に筋肉いいねみたいな、ダンスの先生があの前から見てくださってるんですけど、筋肉いいねって言ったらリコちゃんがありがとうございますみたいな、シナノさんそう、私の前におったよね、ちょっと、うん、めっちゃリコチ喜んだ時なんか申し訳なくなって、うん、しかもソラは自分やと思ったら、うん、あ、やっぱリコチやったんやと思って、ちょっとガーンってなったら、うん、ソラハさん、あのレッスン着を肩までこう上げるタンクトップぐらいに結構したりするんですけど、マジでその度リコちゃんほっお腹薄って言って、うん、漫画本 2冊か3冊やみたいな、よくする。では壇上読むかな。ありがとう、みんな来てくれて。あ、ツイートしなか。13位モビさん、12位数字よしさん、11位ミューラーさん、10位ひたちさん、9位エビックさん、8位イエローフィッシュさん、7位ヘルムリーズさん、6位スエッコ長男さん、5位ミロさん、4位ウィンディさん、3位斉藤さん、2位カイトさん、そして1位は天然うなぎさん、ありがとうございます。13位右田ピポさん、12位マー君、11位リアスティさん、10位陣内さん、9位コウさん、8位ジュノラゴさん、7位カードリさん、6位しんちゃんさん、5位カメさん、4位フクちゃん、3位コカジアさん、2位ゆうたくん、1位オズさん、ありがとうございます。してね、結構今日ドドドドドーンってメール送るから、ございます。でもすでに6通ぐらい作ってみます。ありがとう、朝から見てくれて。また明日ゆっくりお話ししましょう。行ってくる。ありがとう。気をつけてください。今日あマジで暑いらしいから、できます。食べ物とありがとう、しっかりしてね。また明日もうみんな見に来てくれて、おはようメールで会いましょう。頑張ってお仕事。バイバイ。応援電波発信してくね。今日も一日ファイトロブー。ではバイチャラポー。